ラブラちゃんにちょっとプレゼントがあるんですけど、まあ、ルビーちゃんとラブラちゃんにちょっとプレゼントってことで代表でラブラちゃんにちょっと受け取ってもらいたいけど、ほら、あ、かわいい、すごいね、うん、かわいいね。なんかバレンタインチョコ食べてますよ、ラブラちゃん。食べてる。ラブラちゃんなんかどちらかというと食べる側ですよね。いや、普通にうなずかれてもちょっと。あ、持ちたい？持つ？いいです。はい、行きます。うん。せっかくなんでじゃあ私をツーショットで。うん、大丈夫です。はい、はい、撮りますね。はい、兄さん、お待たせしました。ちょっと遅くて恐縮ですけれども、バレンタインチョコはちょっといただけないかなと思うんですけど、合います？ないですか？ちょっと時期が遅すぎますかね。あ、いや、さっきの色紙を代わりにって感じでダメですか？もらうの専門だもんね。もう、あ、まあ食べる方は専門みたいな、ね、だいぶがっついてますね。もう。お願いします。あ、でも中にないですしね。ないって。ないです。うん、ちょっとまた別の機会にってことで。今度持ってきてくれるって、今度持ってきてもらおうよ。ちょっと、ね、今度持ってきてもらおう。今度はホワイトデーに持ってきてもらえるかな。ホワイトデー、そう、じゃあの。ホワイトデーに今度持ってきてもらえるんじゃない？いい絶好の時期ですよね。ね。ね、ホワイトデー。もうちょっとしたら持ってきてもらえる。ね、ホワイトデー。期待しててください。ね、じゃあ期待してて。お写真とか大丈夫ですか？はい、あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ期待してて。いらっしゃい。はい、お兄さんどうぞ。また来てくれてます。ラブラちゃんの鼻をドロップ。失礼しました。ね、ところでバレンタインのチョコと、いや、ホワイトデーのチョコどのぐらい欲しいですか、ね、もう数百個とかそういう、いや、ちょっとそれはちょっと破産しちゃうんで、ちょっとお願いします。いや、ちょっとあの他のジュレプトたちからちょっとカンパしてほしいなっていう。ちょっとじゃあ検討させてもらって。じゃあ最後にまたちょっといいですか。はい、じゃあ撮りますね。はい、はい、じゃあお願いします。はい、預かりします。はい、